この静かに回り続ける金属のコマ、実はこのコマ、とても精密に作られたコマで、なんと5分以上も回り続けることが可能。外周に対して軸がちょうど真ん中、0.000 のところに来れば来るほど長く回ってられるんですね。例えばコピー用紙、金属に一周くるっと巻きつけて刃物を当てて薄皮一番ピロッと削るくらいの技術ですかね。1ミクロンで。宮城県岩沼市、仙台空港すぐそばに本社を構える株式会社岩沼製鋼、金属加工部品の製造メーカーで、皆さんの生活に欠かせないスマートフォン、自動車、電子機器、さらには医療機器や航空機など、その製造は多岐にわたります。今はレーザー加工、自分でパソコンで絵を描いて、それを機械に読み込ませて物を作る作業をしています。まだ1年経ってないんですけど、仕事をやってみて結構やりがいある仕事だなと思っています。岩沼製鋼の高い技術で、こんな遊び心のあるものまで作れてしまいます。そしてこのような複雑な形状のコマまで作ることが可能なんです。この金属のコマで日本一に輝いたことも。高校1年生の時にコマ大会というものに出場いたしまして、その時の優勝とされたところが岩沼製鋼でして、その高い技術力に憧れを持ってそのまま入社を志望いたしました。後々はこの会社にある機械をほとんど扱えるようになるぐらいの技術力を身につけていきたいです。今はこう先輩方にいろいろ学んでいる状況なんですが、後々入ってくる後輩にしっかりとした技術を教えていったりと、生産の方も会社の方からも文句なしと言われるくらい、両方の面で高い評価を受けられるようになってきたいです。岩沼製鋼では、遊び心と柔軟な考えが社員のやる気や成長につながっているようです。仕事一生懸命やるのと同じように、遊びも一生懸命やらないと仕事続かないよって話してるんですね。社長の方から、作ってみたいことであったり、やってみたいことがあればやってみていいよっていうような言葉をかけられたのがとても印象的で、仕事イコールお金が生むことっていうような認識でいたので、自分が興味あることに対して、チャレンジすることで、スキルアップつながるっていうことで、とても柔軟な考えだなと思って印象に残ってます。私自身、多くの機械を高い技術で扱える人材になりたいなと思っています。岩沼製鋼の商品は、普段私たちが目にすることはありません。しかし、これら商品が社会を支えていることは間違いありません。なかなか我々作ったものって評価されにくいっていうのがあるんですね。で、評価されてないわけじゃないですよ。物を納めて不良だと言われてなければ問題なく使われてますから、それで評価という形にはなるんですけども、やっぱり一番はこのものすごいね、よくできたよねって言われるのが本当は一番いいんですけども、なかなかそういう機会ってなくて、もうただ間違いなく言えるのは、これからの新しいものに関しては我々の部品が必ず使われてるっていうところですよね。金属であれば何でもやるよっていうスタイルをいろんな分野でやっぱり挑戦していきたい。ほぼもう全ての分野やってはいるんですけども、さらにそこから裾野を広げていきたいっていう思いはあります。岩沼製鋼が求めるのは、挑戦する意欲と遊び心を持った人材です。ものづくりの世界で共に頑張る挑戦者を待っています。